ということで本日はここなんだっけ、グリーンポイントさんにハンバーガーとか、はい、そうアメリカンな感じのところが食べれるグリーンポイントさんでご飯を食べたいと思います。はい、じゃあメニューをちょっと見ていきます。ここハンバーガーとかのハンバーガーのページかな、これ。はい、ね、これがまゆちゃんがよく言ってた顎が死ぬってバーガーだって。え？まあ僕が食べるから顎死ぬかどうかちょっとチェックしてみましょう。で、あとね、これやばいよね、スイートパンケーキ、あ、ミールパンケーキってやつもあるんだよね、これチーズチキンとかのやつ。はい、こんな感じでかわいい。ありがとうございます。ライスディッシュはこれタコライスとかカレーとかもあるんだ。ハンバーグとかオリジナルタコス、タコスもあるんだ。え、タコスとタコライスって何違う？ああ、分かった。パリパリのやつが入ってるやつね。タコライスはライス。ライス。タコライスは、タコスは巻いてあるやつ。タコスはサラダみたいなやつ？ケバブみたいな、トルティーヤ。ああ、あれね。これよくない？あ、こっちに何セットがあるのね。え、違う？いろいろ何セットあるの？これはランチセットのデザートで選べるやつ。ああ、あ、そうなんだ。なるほどね。ランチセットで、A セットがサラダバーとドリンクとデザート付きで、B セットがサラダバーとドリンク付きで、なんだっけ？ここのところはプラス50円、このプラス50円した値段で付くんだけど、うんうん、超お得じゃん。ここはさらにプラス300円すれば、このダッチベイビーパンケーキが付けれる。あ、じゃあプラス300円って書いてあるのは基本的にそう。そう、プラス300円。じゃあ、このデザートのなんかプラス300円のデザート盛り合わせってやつもそうかな。なにこれ、すごいね。デザートアソート。ね、グリーンポイントって GP って訳すんだね。うん、みたいだね。GP。今度から GP っていうよ。GP。じゃあ千尋何頼むの？もう一回セットの一覧言って。あ、千尋の頼むやつ、このオリジナルタコス、うん、最初のピアムーンと、あとドリンクはコーラね。はい、コーラ でこの A セットの方で、うん、プラス300円のハニー&レモンダッシュビビーパンケーキ食べます。はい、です。はい、僕の方はこのアボカド&チーズバーガー、なんか人気ナンバーワンらしいんで、まずこれから食べたいと思います。で、僕もこれね、B セットじゃない、 A セットで、僕は、まあ、やっぱハンバーガーだからコーラしちゃう。コーラで、ここら辺のやつで本日のシェフのケーキってやつがあるから、これをちょっと食べたいなと思います。セットで付いてるサラダバーです。はい、普通にサラダとキッシュと、なんかよくまだわからない何か、あとなんかね、スパゲッティみたいなやつがありました。で、ドリンクでね、かわいいのがね、コーラがね、こう隅の方のね、やつに入ってくるんだよね。これレモンも入ってる。やっぱコーラね、これ入ってるといいよね。はい、激カワです。わからない。でもトマトって言われるとトマトな気がしてきた。イチゴって言われると、イチゴではない。でもトマトが濃厚。そして味を探している。わかった？トマトでいい？おそらく。わかった？いろんなものが入ってる。一瞬さ、スイカみたいって思ったけどさ、スイカとトマトって味似てない？あー、似てない。似てねえ。多分トマトだと思う。トマトジュースみたいな。ああ、そう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 。トマトジュースギュッてゼリーにしましたみたいな。トマ、まんまトマトではないんだよね。そう、美味しい。出して。いや、あるある、絶対ある、絶対ある。ほら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 、タケノコでしょこれ。タケノコっぽい。ね、っていうそれだけ。旬な何かが入ってるのか。猫時代いきます。勇者だな。あ、全然いけた。タケノコ、タケノコ、えぐみなし。コンソメ、コンソメ。あ、コンソメの、え、コンソメのタケノコ、コンソメスープの。あ、はいです。はい、ということで料理届きました。イエイ。はい、これがタコライス、タコス、タコス、オリジナルタコス。はい、本当だ、下になんかシートじゃない。あ、いいですね。プニプニプニ、うん、はい、2個あんだね。ね、すごい量だよ、ね、だってこれ800何十円だったじゃん。ね、超、ね、超美味しそう。やばい。これ何
だろう、うん、ライムかけて、あー、そういうこと、うん、で、クリームチーズとトマトとこのなんかひき肉みたいな、うん、とサラダみたいなのが入ってる感じだね。はい、はい、え、これどういくの、わかんないから、うん、このあたりちょっとさ、うん、食べてみようかな、うん、食べてみて、うん、食べてみて、パセリ入ってる、うん、どんなの、うん、何の味わかる、やっぱりタコライスとかさ、うん、そういうひき肉の上にサラダ、うん、の味まんまやん、でも結構ひき肉がピリ辛なの、あ、ピリ辛なのね、それを、うん、このサワークリームが緩和してくれるというか、うん、あー、なるほどね、ちょっとマイルドな感じでね、うん、あ、なんかヘルシーでいいよね、うん、ライムかけてみて、どっか、それよ、それよ、お、手をなんかこんな持ち上げちゃって、はい、いいよ、ごめん、はい、いいよ、かけておくれ、はい、かかってます、うん、かかってる、かかってる、あ、18頑張りました、18しかないの、うん、さ、お、混ぜておる、混ぜておる、この辺、あ、いいね、あ、美味しいわ、いよ、さっぱりして美味しいんじゃないの、これ、うん、どう、どうやった、もう、うん、あ、待って、あ、から辛さくる、あ、辛さくるの、あ、違う、うん、2つ味違う、混ぜなかったからだね、あー、なるほどね、混ぜた方が良い、あ、そうなんだ、うん、あ、でも本当に爽やか、あ、こんな2つあるだけで全然違う、なるほどね、すっぴり、すっぴり食べれる、すっぴり、すっぴり、すっきりとピリ辛が混ざってすっぴり、はい、すっぴり、はい、じゃあハンバーガーの方行きたいと思います、ハンバーガーね、このシートね、やっぱどこのハンバーガー屋さんもあるんだけど、これに入れて、ちょっと今日こぼしたくないから、でかこれ、僕の顔のでかさを知ってる人はこんなでかい、はい、そっとしまいまして、それでは行きたいと思います、やばいなこれ、いけるかな、顎死にそうだね、本当にこれやばいね、これ、おいしい、うん、ちょっと、あ、中身見せるのはあれなんだけど、あの普通にあのバンズあって、レタスあって、トマトあって、あと目玉焼きがあって、あとアボカドとチーズが入ってる感じで、あとパティだね、パティも入ってる、でやっぱベーシックなあのハンバーガーって感じで美味しいよね、はい、タコス協会の食べ方を、触って、もちもち、あ、もちもちや、千尋のほっぺたみたい、なんやねん、この小ボケ、はい、いいよ、はい、どうぞ、あ、パリって言おうとした、おいしい、うん、頬張っちゃったからね、コメントできないよね、そう、皮が本当にもちもちで、うん、ね、具合ね、さっきのごとく美味しいんですよ、うん、ほんとそうだよね、うん、でもやっぱさ、あれじゃない、ハンバーガーもそうだけどさ、まとめて一気に食べると美味しさ増さない、え、これケチャップ入れる同じ構造じゃねえかよ、ほんとに美味しい、ヘルシーでいいね、あ、そうね、野菜たっぷりで美味しそう、だってさ、サラダバーもあるからさ、あ、サラダ取れるね、あ、そうね、結構たくさんサラダ食べれるね、うん、野菜取れる、はい、はい、本日のシフォンケーキ、最後のデザートです、もうこれでね、結構お腹いっぱいなんだけど、もうちょっとね、食べれるので別腹っていうことで食べたいと思います、これね、上の方にホイップみたいなホイップが乗ってて、あと、まあ、イチゴとかかなりね、可愛いからね、まあ、上から撮った画像を今見せるけど、あの、かなり可愛いインスタ映えの感じになってます、で、これなんだろうな、ちょっと食べてみます、わかんないわかんないわかんない、多分コーヒーとかなのかな、ちょっと色で判断してるところあるけど、チョコバナナ、多分ほら、こっちチョコバナナっぽいかな違う、多分ね、チョコバナナだと思うよ、これはほんまほんま、あとこの周りにね、落ちているちりばめられてる
そのカリカリするカシューナッツみたいな、うん、これ美味しいね。コーンフレークみたいなね、感じのね。綺麗に持ち上がった。あ、プルプルしてる、かわいい。あ、サクサクやね、これは。いただきます。あ、でもサクフワだね。これがダッチベイビーのハニー&レモンです。切れません。レモンの香りました、もしかして。え、わかんない。わーお、やばい、これは。わーお、これはね、なかなかすごい。これは幸せだ。これは幸せだよ。これは幸せだ。うわ、うまそう。猫舌には恐ろしい量の湯気が出てます。プロ根性や。そうね、熱い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 。やばい、これはもううまいのが分かる顔で。どうなのかね。ごめん、うん、本当に、うん、シュークリームの生地あるじゃん、うん、あれの、うん、あれをもっと作ってて、うん、ふわふわにした感じが、これ。そう、あ、そうなんだ。すごい生クリーム、うん、生クリームがね、多分溶けてる。あ、そうなんだ。すごい濃厚なね、味がして、うん、でもレモンはすごい感じない。あ、レモン感じない。ちょっと待って、レモン。さっきの僕のコメントと一緒じゃん。これじゃない。あ、本当、レモンあった。自分でレモンにしてねっていう。するよ、レモン。うん、じゃレモン食べちゃうよ、うん、あ、やべ、試験にかけちゃった。はい、どうよ、どうなんでしょうか。あ、いいよ、レモンの匂い。匂いする、うん、まあ、それハニーは、ハニー感は。でもハニー感も特別すごく感じるわけではない、うん、じゃあほんのりなのかね。うん、あ、もう、うまい。違う、違った、またうまさある。レモンは香りがすごく強い、うんうんうん、味がすごい酸っぱくなるってわけじゃなくて、甘みが増す感じ。ああ、むしろね。おお、美味しい。なるほどね、いいね。はい、はい、じゃあ千尋がね、食べてたんですけど、僕もちょっといただきたいと思います。ああ、中の、違う、中の方にハニー入ってるわ。なんで、ここ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 、ほら、これが多分ハニー。じゃあこれをね、この生クリームのプールにダイブ入りて、じゃあこのまま、うわ、やばい、これは、これはやばい。いただきます。おいしい。うますぎて目が開けられなくなってしまったぐらいうまい。全然見えないけど、なんとも言えないけど、なんか新しい、新たなの J アラートかと思った。そう、バイクがめっちゃ来たのかと思った。はい、ということで食べてきました。超うまかった。超うまかったね。突然の誕生日のやつもあったりとか、なんかピザの里もやってんじゃないか説が出てるんだけど、はい、はい、そんな感じで、ぜひ皆さんもランチすごいお得なので遊びに来てくださいね。楽しかったです。バイバーイ。